こんにちは。今回はですね、天気の子ですね。最近上映始まりましたけども、天気の子をちょっと見てきたので、まあ、せっかくなんで天気の子から学ぶ FX という話をしていきたいと思います。ちなみにまだ天気の子を見てない人もいると思うので、まあ、なるべく重大なネタバレになりそうなところはもちろん話さずに、でもまあ予告を見たらまあこれぐらいはわかるだろうっていうぐらいのネタバレは入っちゃうので、まあ、もし何の事前情報も入れずにその映画を見たい方はこの動画は映画を見た後に見てもらいたいなと思うんですけど、ただこの映画のどういうところを見たらいいかっていうポイントも解説するので、多分この動画を見た後に映画を見た方が学びが深まるというか、またちょっと違う視点で見れると思うので面白いんじゃないかなというふうに思います。で、今回の天気の子っていう映画なんですけど、3年前にその君の名はっていう映画が出ましたよね。新海誠監督の映画ですけども、今回新海誠さんの新作で天気の子っていうのが上映始まったんですけど、この映画はどんな映画かっていうとですね、君の名はに出てくる主人公の男の子みたいな子がまた出てきて、そしてまた君の名はに出てくる女の子ヒロインみたいな子が出てくるという映画なんですけども、まあこれだとさっぱりわからないと思うので、もうちょっと端的に言うと、その女の子っていうのはある特殊能力っていうのを持ってまして、それが祈るとこてがって祈ると晴れるっていう能力なんですよね。まあ祈り屋さんみたいな感じで、こう天に向かってこううわってこう祈ると、パーッと雨が降ってたのがこう晴れていくっていう、そういう特殊能力を持ってる女の子が出てくる映画っていうことなんですよね。で、ちなみに余談なんですけど、実際にこの現実でそういう人っているらしいんですよ。まあ僕は会ったことないし、まあ、呼んだこともないので 100% そうなるかどうかは分かんないんですけど、まあ、聞いた話ではなんかその界隈でそういう有名な人がいるみたいで、なんか呼べるらしいんですよね。で、なんかこうどうしてもこの日は晴れてほしいっていう日があるときに、まあ、例えば外で結婚式をやるとか、もうすごい大事な旅行に行くとか、ちょっと分かんないんですけどね、何かしらそういうのがあったときにその祈り屋さんを呼んで祈ってもらって晴れにしてもらうっていうだからそういう人って実際にいるらしいんですね。で、そうやって祈ったら本当にこうバッと晴れる、まあ一瞬らしいんですけど、まあ、なんかが続かないけどこうバッと晴れてっていう人が実際にまあいると。まあそれもね、その 100% 本当にそうなるかどうかはまあ僕ももちろん分かんないっていうのはあるんですけど、で、その祈ったらその晴れにする能力を持ってるわけなんですけども、例えばじゃあ実際にその女の子がバッとこう祈って晴れになったとしますよね。そもそも降ってた雨とか雨雲とかってどうなんだっていう話なんですけど、それがねなくなるわけじゃないんですよね。それがバーッと別に消えて晴れになるわけではなくって、その雨が降るっていうのはそういう雨が降るエネルギーっていうのが空中に溜まっていくっていうことなんですね。コップにこう水を注いでいくように、そのエネルギーが空間にバーッと溜まっていって、一定量になった時ですね、コップからこう溢れるぐらいまで溜まった時にそれが減少化して雨が降るっていうようなことが起こるっていうことなんですよね。だから実際に雨が降るまでのその途中経過プロセスに実は一番大事なポイントがあって、ずっと溜めていってるんですよね。溜めてで、よしこれで雨が降るっていうエネルギー溜まったらようやくこうバーって降り始める、減少化する。で、それを見た時に、あ、雨降ってるなっていうのが分かるっていうことですよね。だからそこだけ見ると、あると突然雨が降ってきたように感じるんですけど、その前からずっと雨が降る流れっていうのはできてるっていうことなんですよ。で、そもそもその世の中っていうのはバランスでできてますよね。まあ陰と陽っていうふうによく言ったりしますけど、そうやってまあ晴れの日がそもそもずっと続くっていう、まあ、すごい不自然なことで、まあ、自然界としてはないわけじゃないですか。晴れの日もあれば曇りの日もあれば雨が降る日もあれば雷の日もあれば、そうやっていろんな天気がまあ混じり合うことによってこうバランスが取れてるっていうことですよね。でもそれを無理やりこう晴れにするっていうことは、どこかでその代償というか歪みが生じる、反動が生じることによって、じゃあここは晴れになったけどその溜まったエネルギーはなくなるわけではないから、それが全く別の地域で雨になって降るっていうことが起きたりするわけですね。まあ、仮にその祈ったら晴れになるという能力があったとしたらですよ。じゃあここの場所は晴れますってなったけど、じゃあどこか隣の市で雨が降りましたっていうふうにプラマイゼロになるわけですよ。それは決してなくなるわけではないっていうこと、ちゃんとバランスで調整されるんですよね。で、そういうのを描いてる映画が天気の子なんですよ。で、もちろんこれは何でも言えることで、例えばその全く病気にならない、風邪をひかない人って、あ、なんか羨ましいな、健康だなって思うかもしれないんですけど、実は風邪をひかない人の方が早死にしやすいっていうのは昔から言われていることなんですよね。逆にちょこちょこと風邪をひく人とか、ちょこちょこちっちゃい病気をする人っていうのは長生きするっていうふうに言われてるんですよ。で、それは何でかっていうと、ちょこちょこと風邪ひいたり病気になったりすることで、自分のね、体の中に溜まった悪いものがそれでこう外に出ていくというか、デトックスされるからで、そうやって常にリセットしてちゃんといい状態に、ゼロの状態に戻す体の作用が働いてるから、ずっと健康でいられる、長生きできますよっていうことなんですよね。で、これは病気もそうだし、実はね FX とか、まあ、いろんな市場ありますけども、相場も
全く同じなんですよ。相場っていうのはそもそもこう感情で動くものですよね。有名な本で経済は感情で動くっていう本がありますけど、行動経済学の本ですけど、そもそも世の中のその景気とか経済の流れとか相場の流れを作ってるのって人の気持ちですよね。でこれに経をつけたら、景気ですよね、うん、っていうふうに気分、気ですよ、感情ですよっていうふうにもう言われてるんですよね。だからその人がどういう感情を抱くかによってその景気は良くなる。要するにみんなが景気ここから良くなるぜと思ったら景気は良くなるし、ああもうこの先10年ダメだわって思ったら景気は悪くなるんですよ。そういうふうに人の思い、感情が世の中にものすごい大きな影響を与えてるっていうことをその本では言ってるわけですけど、だからそのチャートの波形、波っていうのもそこの裏側にはその人の感情っていうものがあるし、例えばある日突然ね大きなニュースがバーンって出た時にそれでこうみんな感情的になる、怖いとか恐怖とか不安とか、あとは期待とかで、そこで値動きが暴騰したり暴落したりっていうことが起こる。でそれでチャート上ではものすごいこう大きな陰線とか陽線が出たりしてチャートパターンが形成されていくっていうことですよね。でこの感情っていうのは溜まっていくわけですよね。雨が降るエネルギーと同じように感情っていうのもこう蓄積されていくんですよ。で例えばよく相場でも上げようとするんだけど上がりきらないとか、下げようとするんだけど下がりきらない相場ってあるじゃないですか。だからなんかちょっと下げてるんだけど微妙にレンジとか、でここからブレイクしそうなんだけど何回もトライするんだけどなかなかブレイクしていかないとかっていう時って、裏で何が起きてるかっていうと、その感情のエネルギーがどんどん蓄積していってるんですよ。溜まってるんですよ。コップの水がどんどん、コップに水でどんどん満たされていくように溜まっていってて、でそれが一定を達した時に何かの突発的なニュースとか事件とかが、まあ、これは本当きっかけなんですよね。何かのトリガーによってその感情エネルギーに火がついてバーンって爆発して、それが暴騰だったり暴落につながるっていう、そういうサイクルを繰り返しているのが相場の世界なんですよね。まあ、だからそんな風に人の感情がどういう風にその蓄積していってるのかっていうのをトレードを通じて本当に学ぶことができるし、それをいろんなトレード以外のものに応用していけるから、そういうのをちゃんとこう見ていって観測していくっていうことがすごい大事なことかなと思います。でそもそもその相場でずっと勝ってる人とかっていうのはそういう感情の動きっていうのを理解してるし、そもそもその相場を動かしてる人たちっていうのはやっぱいるっちゃいるんですよね。で、まあ、そういう人たちもその何をしてるかっていうと、資金量で相場を動かすのではなくて、情報によって人の感情を動かし操って価格を動かすっていう、その2ステップを踏んでるんですよ。そういう風に直接的ではなく間接的価格操作を行ってるっていうのは実際にこれある話なんですよね。でこれは何もね FX だけじゃなく、もう世の中でもう本当に幅広く行われてることなんですよ。で例えば戦争っていうのもあれって偶然起こるものじゃないんですね。必ず裏には意図的に起こそうと動いてる人たちがいて、その人たちがプロパガンダだったり情報戦を仕掛けてるわけですよね。それまでそのなんか例えば特定の国内でめちゃくちゃこうフラストレーションがたまるようにこう仕向けていって仕向けていって、もう感情がどんどん蓄積していったタイミングで、例えばその国の大統領が暗殺されたりとか、クーデターがいきなり起こるように仕向けたりとか、何かの事件を起こしてそのたまったエネルギーにバンと火をつけるようなことをやるフィクサーみたいな、そういうことってね実際に映画みたいですけどあったりするんですよね。それによって特定の戦争を仕掛けたりとか、経済戦争を仕掛けたりとかして世の中っていうのは動いてますよと、そうやって感情によっていろいろ動いていってますよってことなんですよ。これまで世界で起きてきたいろんな市民運動とかクーデターとかデモとかっていうのも、あれは全部エネルギーがすごい蓄積していってるような状態なんですよ。だから適度にそれを抜かなきゃいけないっていうのは、それは政治の役割だったりするんですよね。でもそれうまくできなかった時にそれを悪用されてしまったりとかして、その国の政権が引きずり下ろされたり、クーデターが起きたりとか内乱が起きたりとかしたりして、そこにこう付け入るような国もまた出てくるっていうことですよね。まあ、中東とかはねまさにそういうふうに利用されてしまった本当に一つ残念な例かなと思いますよね。なのでこのロジックっていうのは本当にあらゆるところに当てはまるので、まあ、ぜひその世の中の流れ動きを見る時も、相場の流れ動きを読んでいく時も、そういうところに着目していってほしいんですね。裏側でどれだけその感情エネルギーが溜まっていってるかっていうこと、どれだけそのみんなの不安とか恐怖とか逆に安心感が溜まっていってるのか、で安心感が積み上がったところで悲惨なことが起こると、一気にその安心感が反転して恐怖に変わるから、それも莫大なエネルギーとなって暴落暴騰につながるっていうことなんですよね。だから常にそれは自分の感情を通じてモニタリングしていく癖をつけるってことです。自分が安心してる時ももしかしたら周りも安心してるかもしれない。でそういう時を狙ってバンって仕掛けてくることもあるだろうし、恐怖を感じてる時も他の人はそれも同じように恐怖を感じている場面かもしれないし、でそうやってねトレードだけじゃなく他のものとリンクしながら、もっともっと
もっと見る目を養っていくっていうことは大事かなと思います。あ、ちなみにね、今回のこの天気の子なんですけど、君の名はに出てきたキャラクターがなんとね総出演してるんですよ。で、そのキャラクターたちが君の名はの後一体どうなったのかっていうのが描かれてるので、これもまたエネルギーと感情の話以外にも、それをちょっと見るためにもこの映画見に行ったらいいのかなと、面白いポイントなのかなと思うので、ぜひチェックしてみてください。